どうもどうも、ロマンシングサガリユニバース無課金野郎です。今日は、ロマンシング佐賀県グランドツアー2022の、上編のガチャを引いていこうかと思います。ジュエルは291,557ジュエルありまして、上が当たるまで全突破。私は基本的に上は絶対に取るというふうに決めておりましたので迷うことは一切ないのです。それでは運命の10連目いってみようかと思います。はい、何かくんちが通りました。レバーを引くのよ。はい、キックと爆発はありませんでした。専用エースが来ているようです。はい、10連で、すり抜けの弦が来ました。持ってます。はい、爆死でした。それでは20連目に行きます。ジョーが来たらそこで撤退です。はい、カニが走りました。レバーを引くのよ。はい、爆発します。カニキック爆発です。カニが何を表すのかは分かりません。はい、アントニウスです。持ってるやつです。はい、爆死でした。それでは30連目いきます。ジョーが来たら即撤退。はい、列車が通りました。これは良さそうだ。列車で爆発はない。列車キックも爆発もない状態。ジョーが来たら撤退です。はい、リズです。はい、ピックアップのリズをいただきました。ジョーではなかった。はい、30連でリズ当たりました。ジョーが欲しかった。それでは40連目いきます。ジョーが当たれば即撤退の40連目。はい、ワラスボが出ました。レバーを引くのよ。ワラスボは一体何なのか。ピコーン、キック、爆発はなしです。ワラスボは期待値があるのか。なんとなく分かってきたような気もしますが。はい、40連、すり抜けのミリアムです。はい、持ってるミリアムが来ました。はい、爆死でした。それでは、ここで、仏像を持ってくるオカルト、定番の仏像オカルトをやります。はい、それでは50連目、ジョーが来たら即撤退いたします。はい、何かがいっぱい走った。これは何なのか。レバーを引くのよ。はい、爆発はしません。新しいガチャ演出結構楽しいです。はい、爆死でした。何もなかった。それでは60連目いきます。ジョーが来て早く撤退したい。はい、何も演出がない。はい、キック、C
新演出が追加されて演出なしっていうのはかなり寒いんじゃないかと思われます。はい、爆死でした。それでは70連目いきます。折り返し、ジョーが当たって即撤退したい。ジョーが当たって撤退したい。70連目。はい、電車が通った。これは多分ムクチャーと同じだと思います。レバーを引くのよ。はい、電車ムクチャーキックなし爆発2体確定。ジョーが来たら即撤退です。はい、アントニウスです。今回アントニウス2回目。何をしてるんだっていう感じですね。持ってるアントニウスが2回目です。はい、リズです。かぶりました。せっかくの電車も無駄に終わりました。はい、爆死でした。それでは80連目いきます。欲しいやつが今日当たってくれない。そしてすり抜けもかぶる。それでは80連目でジョーが当たってほしい。はい、魚のくんちが行きました。はい、暗転です。魚のくんち暗転爆発です。 SS は確定してますけど、一体何が来るのか。ジョーが来たら撤退です。ポルカが来てもいい。はい、白バラです。持ってる白バラでした。なかなかの地獄。白バラ持ってます。はい、リズです。3人目のリズが当たりました。そういうことじゃない。リズ3人目。はい、ミリアムです。今回ミリアム2回目です。すり抜けるしかぶるし、結構最悪の流れ。爆死でした。 SS3 体来ましたけど全部かぶってました。90年目を前にしてちょっとホーム画面戻しというオカルトをやろうかと思います。はい、ジョーです。はい、ジョーが当たりました。はい、ジョーが当たりました。欲しかったのが当たったのでここで撤退なんですけど、もうあと30連で、ポルカ手に入るので、ここはもう天井まで行っとこうかと思います。それでは130連目。はい、何も来ない。はい、130連目で4人目のリズです。確率がバグってます。はい、リズ当たりました。それでは140連目いきます。ポルカが来たら終了です。はい、戦闘員走ってきました。レバー押し込んで爆発はしません。
はい、爆死でした。それでは天井到達の150連目、ポルカを取ってコンプであります。はい、何も走らない、爆発もしません。はい、爆死でした。それでは天井到達しましたので、ポルカを交換してこのガチャは終了にしようかと思います。今回のお仕事はここの看板ですね。はい、ポルカをいただきます。はい、主張の料理人ポルカをいただきました。はい、そんなわけで、天井到達で、コンプできました。聖王も絶対確保を決めてるので、このままの流れでも引いても良さそうなんですけど、ちょっと、天井の後でまた引くというメンタルが今やられているので、今日はここで終わろうかと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。